伊豆箱根鉄道株式会社は、神奈川県の小田原、箱根地区と静岡県の伊豆地区において、鉄道事業、旅客船事業、レジャーサービス業、不動産業、自動車道事業等を行っている、西武グループの企業である。本社所在地は、静岡県三島市大城300。その社名から、伊豆箱の通称がある。2017年11月5日に、 全身の寸津鉄道から数えて創立100周年を迎えた。寸津線、太遊山線とも沿線に高校や工場などがあり、通勤、通学輸送としての面が強いが、寸津線は沿線に観光地が多く、JR 線より特急列車が乗り入れているため観光客も多い。寸津線と太遊山線はそれぞれ静岡県内、神奈川県内に路線があり、 両線は直接つながっていない。寸津線は三島駅で、太遊山線は小田原駅で東海道本線と接続しており、両線を乗り継ぐ場合は、東海道本線を介して乗り継ぐことになる。また、車両の検査や修繕などは、寸津線にある大場工場で行っているため、太遊山線の車両の検査の際は、東海道本線小田原駅三島駅間を 公衆輸送して、同工場にいる出場している。2020年9月時点で51両の車両を保有している。寸ン線は JR 線からの乗り入れもあり、全車両が20メートル車であるが、太遊山線は車両限界の関係から18メートル車以下である。同線は自社発注車の5000系で統一されたのに対して、寸ン線には譲り受け車も在籍しているので、 平均車齢は、太陽山線の方が低い。また、西武グループの企業らしく、ケーブルカーの外装は、ライオンズカラー、旅客用電車の外装は、ライオンズブルーの帯となっている。ライオンズブルーは西武より採用が早かった。以下、車種を明記していない車両は全て電車である。現有車両スンズ線電気機関車カッ太陽山線十国工作船客車過去の、 車両寸ンズ線100系スズ線1100系台、小山線も、六64両線共通形式寸ンズ線対応、山線大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。キロほどの1キロメートル未満の波数は切り上げる。寸ンズ線、対応山線共通。対応山線ではパスモなどの交通系、IC カードが利用できるが、IC 運賃の設定はない JR 線との連絡運輸の設定があり、伊豆箱根鉄道線内から JR 線の一部駅まで連絡乗車券が購入できる。太遊山線と寸津線との間に東海道本線を介した通過連絡運輸は設定されていない。神奈川県足柄下郡箱根町に箱根船舶営業所を置き、足の湖遊覧船を運行している。2018年度には、 地域の災事などに合わせた臨時増発便を運行するなど、積極経営を行ったにもかかわらず、個人、団体旅客量ともに減少し、前年を大きく上回る1億円超の赤字を計上した。2019年度も9700万円の赤字を計上し、経営を著しく圧迫している。かつては以下の航路も運行していた。以下の一般自動車道の管理。 運営を行っている。あるいは過去に行っていた。伊豆箱根鉄道グループのバス事業は、子会社の伊豆箱根バスが行っている。2020年8月現在、伊豆箱根鉄道グループのタクシー事業は、伊豆箱根交通株式会社と、伊豆箱根タクシー株式会社の2社で行っている。いずれも陶器場の本店は、静岡県三島市大場300番地。 伊豆箱根交通は1932年に当時のス津鉄道が車両3台にて営業を開始した。その後、1969年に伊豆箱根ハイヤーを専業会社として分離独立。1974年に伊豆箱根交通に社名変更して現在に至っている。沼津、三島、朱善寺、熱海、湯河原、小田原、大磯に営業所を持つ。 伊豆箱根タクシーは1939年8月13日企業合同により、設立された伊豆長岡自動車株式会社を外する。1952年9月伊豆長岡自動車が、つばめ自動車に、社名変更。1960年伊豆箱根鉄道参加に入る。1969年本社事務所と整備工場を、三島市西若町に移転。 1991年1月23日タクシーの車体デザインをライオンズカラーとする。2010年4月1日につばめ自動車株式会社と沼津交通株式会社がつばめ自動車株式会社を存続会社として合併し、伊豆箱根タクシー株式会社に称号を変更した。三島西、和歌、長岡、沼津大岡に営業所を持つ。営業地域に 伊豆箱根を抱えるため、観光目的での使用の多いジャンボタクシーを10、数台配備しているほか、近年、福祉タクシー、車椅子、寝台専用車、ケアサポートカーなどの介護福祉方面の需要を想定した車両の充実を図っている。両社とも、ラブライブ、サンシャイン、とのタイアップを行っており、沼津、長岡の両営業所で、 合計9台のラッピングタクシーを運行している。バス事業伊豆箱根観光バスが愛知県名古屋市を営業基盤として観光バス事業を営んでいたが2006年9月30日に解散2007年2月20日に生産決了した。遊覧船事業浜名湖遊覧船株式会社が静岡県浜松市で遊覧船事業を営んでいたが2009年9月30日に サゴーエンタープライズに株式上とされ、サゴーグループの子会社となった。ホテル事業、フローティングホテルスカンジナビアは、クルーズ客船、ステラポラリスとして運用された後、1970年から、伊豆箱根鉄道が所有、管理し、経流地の静岡県沼津市西の浦で、ホテル圏、レストラン、フローティングホテルスカンジナビアとして利用された。2006年に売却し、 その直後の栄光中の事故で沈没した。ありがとうございます。